宇都宮ブレックスのストレングス&コンディショニングコーチの真田です。今日は体幹トレーニングを行いたいと思います。ブレックス7番テーブスカイです。よろしくお願いします。今日やる体幹トレーニングは普段の日常でも取り入れやすい運動となっています。ぜひ皆さんやってみてください。1つ目の運動がお腹周りの運動になります。右足を上に上げて両手は膝に置きます。足は上に力を入れて手は足が上に来ないようにぎゅーっと力比べします。で、息を吐きながら5秒1、2、3、4、5で今度左足いきます。息を吐きながら1、2、3、4、5、これを繰り返します。普段僕もこういうトレーニングをやっています。このエクササイズはお腹周りと、太ももそしてハムストリングによく来るので皆さんもぜひやってください。2つ目の運動がブリッジ運動になります。この状態からお尻を持ち上げることで背中を伸ばす筋肉とお尻、ももの後ろのハムストリングスの筋肉を使います。で、やり方なんですけども、まず膝を90度に曲げていただいて両手はしっかり床に手を置いて支えます。この状態からお尻を持ち上げます。一回いきます。で、この時に膝から肩が一直線上に来ることを意識しながら行うと背中もしっかり伸びることができます。で、もし慣れてきたら上に上げた状態で1回5秒キープします。1、2、3、4、5、もう1回1、2、3、4、5、 OK です。で、姿勢を5秒間保つことで姿勢を保つ筋肉も同時に鍛えることができます。僕は体幹を鍛えて、ドライブしてレイアップに持っていくときに、相手の外国人選手などをこうかわしてシュートを打てるようになりました。皆さんも、普段姿勢を良くするということを意識して、そうすれば体幹も自然に鍛えられるので、皆さんもこれから意識してみてください。3つ目の運動は四つ這いから行うトレーニングになります。四つ這いの姿勢から手と足を伸ばすことでお腹周りと腰周り同時に筋肉を使うことができます。まず四つ這いを取っていただいて右手を前に伸ばします。で、このまま余裕がある人は左足を後ろに、そうですね、伸ばします。ここで5秒間、1、2、3、4、5で保ちます。今度左手と右足を後ろに1、2、3、4、5で、この姿勢の注意点なんですけども、もう一回じゃあそのまま、腰がこう回ってこないように腰が反らないように行います。必ず目線は前向いて、この胴体はまっすぐ前を向けます。運動の目的としては手と足を伸ばすこともそうなんですけども、こう支えている手と足の筋力トレーニングすることでさらにお腹の筋肉を使えます。このエクササイズは、プロの選手でもだいぶきついので皆さんも無理せず怪我だけ気をつけて行ってみてください。今日は体幹トレーニングをやりました。体幹を鍛えることで普段の日常生活で腰痛の予防になったり姿勢改善の効果が期待できるので、皆さんも無理のない範囲でやってみてください。